クライムタイムはアメリカ合衆国のプロレス団体 WWE で活動していた JTG とシャドによるタッグチーム。スラングを多用するニューヨークブルックリン出身のストリートギャングというギミックの下、ベビーフェイスのポジションで活躍した。ジェイソン・ポールのリングネームである JTG とはジャスト・ザット・ギャングスタの略称でもある。JTG、シャド・オービューでの活動を経て 2006年9月に RAW のダークマッチにおいてデビュー。10月の TV デビュー戦では当時の世界タッグ王者だったスピリットスクワッドに勝利。以降はシェルトン・ベンジャミンチャーリー・ファーストの短期構想を経てタッグ戦線で活動するも2007年9月に一時解雇される。インディー団体で活動後2008年3月に WWE に復帰し、 復帰戦では、ランスケードトレバー・マードックに勝利。7月からは、当時の世界タッグ王者、コーディローデステッド・デビアスと構想を展開する。王者チームの試合中にベルトを盗み、9月のアンフォー・ギベンでのタイトルマッチの約束を取り付けたが、王座ダッシュには至らなかった。以降は同じく wwe.com 上で番組を持っていたジョン・モリソンザ・ミズと、 どちらの番組が優れているかを言い争ったのをきっかけに構想を開始した。2009年の追加ドラフトで両者ともスマックダウンへ移籍し、6月よりハートダイナスティと構想。8月のサマースラムでは統一タッグ王者のクリス・ジェリコビッグショーに挑戦した。 その後もタッグチームとして活動していたが、2010年4月のスマックダウンでのジョン・モリソンアール・トゥルースとの試合後、シャドが突然 JTG を暴行し、その後のバックステージでのインタビューでクライムタイムは終わった。これからはマイタイムだとアピール。以降、タッグチームは解散となり、元パートナー同士の構想が開始された。 4月25日のエクストリームルールズでは、ストラップマッチで JTG が勝利を収めたが、その後シャドが FCW へ降格され、ほどなくして解雇。JTG はシングルで活動後、2014年に WWE を解雇された。その後は名称をクライムタイムと表記を変え、2020年5月17日にジャドが自己死するまで、 各地の独立団体で活動を続けていた。ありがとうございます。